朝からジュース飲んだっていいだろう。いや、あの6時からあの切り替わりましたね。メニューが、はい、じゃあぜひ来たいかなっていうジュースを飲みに。美味しいサンドイッチとぶどうジュース、皆さんもぜひ町のパーラーでお楽しみください。電車、市電、チンチン電車、俺的に東京なくならないでほしい物件ベスト5のうちの一つ。下町、厳密には下町とは言えないかもしれないけど、確かに下町という言葉が似合う町。メリーゴーランドか、下町メルヘン。次お乗りになりますか？メルヘンちょっと苦手です。時間や社会にとらわれず幸福に空腹を満たすとき、つかの間彼は自分勝手になり自由になる。誰にも邪魔されず気を使わず物を食べるという孤高の行為、この行為こそが現代人に平等に与えられた最高の癒しと言えるのである。何乗りたい？次ジェットコースター乗りたい。お、じゃあ行こう。これくらいがちょうどいいんだよな、遊園地って。モルモット、ヤギ、羊、渋い、渋すぎるこの役者陣。アライグマが看板か。時間だな。